械知能航空工学科ファインメカニクスコース大原研のどなたです。流体科学研究所にある研究室です。今から紹介を行います。学生部屋に入ってみましょう。パソコンを使って分子の動きについて研究をしています。研究の面白さについて教えてください。はい、自分で考えて作ったものが実際に目で見て確認できるっていうのがこの研究室で面白いところだと思います。この映像は今研究が盛んなグラフェンを液体の中に入れてシミュレーションを行った時の結果です。先ほどお見せしたパソコンの中の分子ですが、 3D プリンターを使って実物も作れます。完成品の水分子です。ドクター3年生の久保と申します。初号科の留学生です。どういう研究をしていますか？私たちの石灰を作っている分子の原子がとても小さくて目に見えません。その石灰を知るために分子の動きに関する研究を行います。皆さんぜひご一緒に。小原先生に話を聞いてみましょう。こんにちは、小原です。皆さんがエンジニアとして活躍するための教養やテクニックと、それからそれに加えてちょっとサイエンスっぽいことを考えてみたいと思っている学生さんは、ぜひ、当研究室を考えてみてください。歓迎します。